おつづか古墳は、岐阜県土岐市泉町区尻にある古墳時代後期の宝墳で、東濃地方最大級の石室を有する。元は、円墳と見られていたため、資料によっては、そのように記述されているものがある。付近にある段尻巻古墳と共に、国の史跡に指定されている。地元に伝わる伝説によれば、八坂入り彦命の巫女、乙姫の墓と伝わるがそれを裏付ける。 出土品は確認されていない。異物や以降から古墳時代後期の7世紀前世から中央に築造されたものとみられる。墳球は一辺が27.3メートルで、高さは6.6メートルある。石室は両袖型横穴式で、加工岩により作られており、原質は高さ2.7メートル、奥行き5.2メートル、幅2.6メートルあり。 沿道は高さ2.6メートル、奥行き6.4メートル、幅2.4メートルで、石室全体では18.6メートルと、東の地方最大の規模を有する。入口は南に向かって開港しており、江戸時代には近隣にあった、おつつかんという寺院により供養が行われ、第二次世界大戦時においては、防空壕として利用された。そのため、古墳時代以降に持ち込まれた、 陶器片などが石室から発見されている。古墳は、その極尻神社の所有となったが、時市が所在地を購入し、現在に至っている。昭和63年に古墳に反もしていた樹木が伐採。平成15年から平成18年にかけて、時市教育委員会により発掘が行われ、それまで作品などのため円墳と見られていたが、興墳であったことが確認された。 また、石室のつぶて床は長らく失われたものと考えられてきたが、2019年の発掘によりわずかに残っているのが確認されている。同年、2021年までの3カ年で、時市により史跡として整備が行われることが発表された。古墳時代の遺物としては、末期の鳥宙街などが出土している。昭和13年12月14日に国の史跡に指定され、 平成29年には周辺領域が追加して史跡に指定された。ありがとうございます。